くそ、今日はしつけえな。おい、かや、お前がきっちり授業なんざ受けてるから時間バレてんだよ。もう午後の授業なんかサボっちまよ。何言ってるんですか、そんなことできません。優等生か、普通です。渡辺、こっちへ。篠の恵みの柳やな。はあ、だったらなんだよお前ら。やべえ、うわぁ、追いついたぞてめえら。手間かけさせやがって。てめえ何言ってんだ。俺白老に黒城、揃いも揃って飽きねえな、てめえらも。行くぜ、かや。はい。ただいま戻りました、組長。おかえりなさい、しぐれさん、高瀬さん、お勤めご苦労様です。ああ、しぐれさん、どうでした。そうですか。いっそ使っちまえばいいのによ。素人目には分かんねえよ。堅物もここまで来ると考えもんだな。なお粗末なもん使えるか。殺に目つけられたらどうすんだ。おいおいおい、いつにも増して目がつり上がってやがんな。一体どうしたってんだよ。これだよ、これ。うっ、ほい。お前、金が手に入って切れるバカいねえだろ。まさか偽札ですか。え、偽札。んてか、なんで女子高生のお前がそんなこと知ってんだよ。バクトさんはニュースを見ないんですか。今天界湖を騒がせている偽札事件のことなら誰でも知ってます。ベネディクト、日本語は上手みたいやけど日本の礼儀はまだ知らんみたいやな。人の家土足で踏みにじるような礼儀知らずにはきっちり教えたらんとな。交渉決裂ですね。仕方ありません。マリア、帰りましょう。ちょう待ち。聖職者に銃を向けるとは神への冒涜も同然です。ふん、チャーカ持ってる聖職者なんか消えたことないわ。マリア、帰りましょう。お金はよろしいのですか。ええ、構いません。ただの紙切れですから。ごちゃごちゃとやかましいな。あんたら、ただで帰れる思うなや。何してんねん、早行け。止まりなさい。ちょ、みんななんで敵の言うこと聞いてんの。あんた、神器持ちか。何をしているのですか。敵はあっちです。それでは皆さん、またいつの日か。よう、大井町、久しぶりだな。一条、お前殺に捕まったはずじゃ。ああ、執行猶予食らったよ。誰かさんのせいでな。おいおい、忘れたのか。俺は誰かさんのせいで殺されかけたんだけどね。でも生きてるじゃねえか。よかったよかった。まあお互い、過去のことは水に流そうぜ、兄弟。実はな、でかい仕事があるんだ。仕事？ああ、また一緒にやろうぜ、兄弟。面白そうじゃねえか。だろ。じゃあついてきてくれ。争いの気配がすると思って来てみればこんなところに出くわすなんて。まだ。これも神のご加護かしら。あなた、もしかして卒業生ですか。お前みたいなやつがなんでこんなところに。しつけのなっていない子ね。ああ、それとも施設を逃げ出した悪い子かしら。うるさい。俺は、あなたのマザーはきちんとした言葉遣いを教えてくれなかったのね。でもあなたは悪くない。これも神のおぼし召しなのだから。それよりもよそにしててもいいのかしら。母ちゃん、動くな。遊びは終わりだ。その言葉、そっくりそのままお返ししましょう。誰だ。動かないでください。あ、
初めましてではないわ。以前ロシアの施設で1年ほど一緒に暮らしたのだけど、覚えてないかしら。申し訳ありません。まだ前のイリーナのデータをすべて記憶しきれていないので不備がありました。どういうことですか？実はイリーナは先の作戦中に自ら命を絶ってしまったのです。ですから作ったのです。ああ、クローンですか。ええ。届けてまいります。あ、電源。サラ、あの社長どう思う？裏社会についてはよくご存知のようでしたわね。殺し屋を雇えてそれなりの護衛もいるみたいだ。そんな仇果たしているかな。極道ということですか？いや、そっちじゃない。海外マフィア。調べておけ。はい。俺の島では好き勝手させない。行くぜ。